分33秒。エドワーズ、大倉、ベンブラムファール、これ2ショットになります。まだいわゆるこう新社会人というような、はい、この同級生は4月に入社をして仕事を始めたばかりとか、そういう、うわっ、どうしよう、もう見てられないの、もう2頭とも、なんかこういう攻防だとね、その中で大倉決めた、はい、いいハートですね、きっと今の子も笑顔になってくれたはずです。高橋は富樫を攻める、ここミスマッチで突きたいですね。ミスライン渡辺が行って、カレルソンからベンブラム、そしてオーブッカブーニ、守りました千葉、1点リード千葉ジェッツ。大倉外に構えたところで、これはターンオーバーです。渋谷ボール、この辺からまた采配の目もより色濃くなりますね。そうですね、ちょっとファールのところですね。で、ドバチャオフェンスに備えてもすぐ出る準備をしています、うん、おすごいですね、ジョーンズ対エドワーズ、ジョーンズ落ちた、うわー、カレルソンに飛んでボールは渋谷ボール、ビデオ判定ですね。自分たちのボールというところ想定してでしょうか。審判は決まりましたね、変わりました、芝ボールです。この辺もやっぱベンチのマネジメントですよね。 35.7 秒、面白いですねこれ。富樫は川谷、富樫がボールコントロール、さあショットクロックが6秒、ここで富樫ステップバックスリーポイント、自ら決めに行った、そして超えた、決めに行きました。いやこれはすごいですよ、よく決めましたね。赤いブースターの両手は両方とも上がっていました。とにかく2回の攻撃が必要、渋谷、あっとベンドラメが滑った、ジョーンズスリーポイント来ない、カレルソンが拾った、ベンドラメ、ベンドラメファール佐藤、うわ 6.6 秒、よくもらいましたねファール、これはスリーショットですね。ベンドラメ、さあいい決めた、その中でベンドラメ2本目、3投目です、落ちてベンドラメ、ベンドラメラインから、外して持ってきた、スミスファールに来た、これで2ショット、渡辺交代の使い分けがやっぱ両チームとも、と監督がさすがですよね。1秒、これ決まった、高橋が入れます、ベンドラメスリーポイント、コナイリバウンド、ゴール下でジョーンズ取って 0.1 秒、これもう投げた方がいいですね、はい、投げて触ればいいですね。まあ、渋谷が取ってとしても時間がもうないんで、あ、でもふっと見せかけて前が空いてました、なるほど、まあ、この辺はね、うまくコントロールしていきましたけど、いやすごいゲームでしたね。73対71、千葉ジェッツ地区優勝、